スタバでたまになら勉強する意味がわかりますが、毎日勉強する意味がわかりません。ひろゆきさんどう思いますか？うん、人それぞれで好きにすりゃいいんじゃね。別に人によってはスタバの方が勉強しやすいっていう人であれば、別に毎日スタバで勉強しようと、図書館で勉強しようと好きにすればいいと思うんですよ。別になんか1000円払って僕に言われても、うん、人それぞれだよね。で、この、シンクロンさんは多分スタバ嫌いなんだね。そうだねっていうだけで、別になんか他人がどうこういうことではない気がするんですけども、はい。こんばんは、ひろゆきさん。メインパソコンとして Windows と Mac どちらがおすすめですか？ Windows、 なぜならゲームができるから。私は25年間 Windows でしたが、転職活動中で第一希望の企業が Mac を使ってるんです。先方からしていないですが、基本的な使い方を身につけておいた方がいいかなと考える次第です。ちょうどパソコン買い替えも重なっており、ひろゆきさんの OS に対するお考えや好みを聞かせてください。ゲームがしたいので Windows です。なんかその、Mac の人とかって、Mac でもデュアルブートにして Windows 入れればゲームできるから Mac でいいじゃんって言うんですけど、じゃあ Windows でいいじゃんって思うんですよね。Mac の上で、そのなんか一応その、Unix ベースなので、普通にシェルでいろいろ動かせますよって言うけど、どうせ別に SSH とかでサーバーに入ってやるんだから、本体そのものでローカルで動かす必要ねえんじゃねっていうんで、ローカルとやっぱネット上ってその環境違うので、なんかローカルに全て合わせまくっても別にそんなにうまくいくわけじゃないので、結局なんかシェルで繋ぐんだだったら Windows でも一緒じゃんって思うんですよね。なので結局じゃあパソコンって何なのっていうと、プログラム周りの作業をするのであれば別にもうコンソールでしかないので、 Windows でも Mac でも Linux でもほぼ変わんないですよ。逆に言うと5万円ぐらいの安いノートパソコンでも変わんないですけど、コンパイルを自分のパソコンでやるとほとんどなくて、だいたいサーバーでコンパイルするので、映像編集とかやるんだったら別ですよ。基本的には僕、ゲームをやるかどうかっていうのがその PC においては一番重要な要素だと思ってるので、ゲームをやるという要素で考えるとちょっと Windows 一択になってしまうんじゃないかなと思いますけども、はい。と動画編集したいとかであれば、ある程度 Mac もいいっぽいですけどね、今は。ただ音楽は今は Windows の方が結局安定してるっぽいですね。めちゃめちゃメモリー積んでアホみたいにいい CPU にしといた方が微妙なズレとかが発生しないらしいんですよね。リアルタイムでその作ってる曲とかっていうのをミックスして再生するときとかに、その CPU 遅かったりメモリ足りなかったりすると多少のラグが入っちゃったりするらしいんですよね、再生するときとかに。それがすごいストレスになるらしいので、なので Windows でめちゃめちゃいいのにした方がいいっていうのを音楽作ってる人が言ってました。